はい、始まりました。始まりました。第1回ですよ。もうクソ咳したけど始まった瞬間もうクソ咳したけどちゃんとしてはい、10月27日ですか。そうですね、投稿日は。はい、そう、俺誕生日の前日なんよね。あ、おめでとうございます。いや、ありがとうございますまだ来てないから実感もなんもないけどいや、投稿日に来てるんやったらまあまあまあテンションそれなりに上げれると思うけど、はいはい、投稿日にも来てもねえしまだ過ぎ去ってたらあれかな。でももうさ、はい、もう誕生日のさ、自分の年齢意識、何歳になるって意識した俺、二十歳が最後やわ。そうだね。まあ、二十歳はいろいろ変わるやん、お酒が飲めるようになったりみたいな、うんうんうん、なんか世の中的な扱いも変わるからあれやけどさ、うん、もうこっからもう60まで変わらんなっていう。多分ないだろうね。あ、30で1回変わるのかな。あれ、まあ、30ってあるんじゃない。30で1回あるんかな。30、40、まあ、30の自分の状況にもやるやろうけど、うん、そうだね、うん、結婚して子供がいたりしたらまたさ、うん、なんか逆にそっちの方が意識せえへんと思うね。30になって何もなかったら逆に、あ、もう30やのに何もないやんってなるかもしれんけど、寂しい寂しいなその未来寂しい。まあでも結婚願望とお互いないやん。ないとないけど、でもないとは言いつつふと思うと思うねん。今はさ、うん、周りにも結婚してるやつまあちょくちょくおるけど、子供いるやつちょくちょくおるけど、うん、そうだね。あれやけど30なってたらまあ別に周りが結構その量が増えててもおかしくはないやん。そうね。あの世の中的には何、晩婚化が進んでますって言うにしてもやねん。そやな。でもまあ増えてるとは思うねん、周りで言ったら、うん、別に関わりがあるないなしにな、うん、あのまあインスタとかでツイッターとかでチラッと見て、ああいつこんな感じなんやって思って、うん、ふと自分のが30に誕生日になった時にちょっと寂しさ感じるやろうなと思ってる。いくら結婚したくないとか言いつつ、まあ、そうだね、うん、人間って勝手やからその辺いやてなった中でさ、はい、まあ祝ってもらうとかあったけどさ、うん、サプライズ苦手やねん俺されるんが、するんが、されるんが、あ、そうなんだ。するのも楽しいとは思わへんけど、うん、いやでサプライズ喜ぶって結構押し付けじゃない俺も普通に祝えばええやんって思うね。あ、だって誕生日近づいたらちょっとよぎるやん、言っても。まあまあね、人と会ってたらな、よぎっててもされるんかなって。でも完全不意打ちじゃないやん、うん、の時点でちょっとサプライズの効果として薄れるやん絶対に、うん、0から100じゃないから、もう3ぐらいから100やからさ3じゃない、もう30ぐらいから100やわ。まあまあ言ったら、うん、気持ち的には、うん、あんま単純、うん、嬉しいんやろうけど、なんか驚くがプラスされてるよりされてないよねって思う俺あの嬉しいの要素に。サプライズ俺するの好きやな。でも、ああそう、うん、どんなことするんですか。どんなこと。俺はちなみにされた時は豆腐思いっきり顔に投げつけられたけど、いやそれでもいいじゃんデロンデロンなったけど、あでも嬉しい、うん、でもそんなんでも嬉しいのよ、嬉しいんやけど、うん、びっくりするし、そういう仕方かっていうびっくりはしたけど、それに関しては、うん、あこういう驚き方とは思ってた。なんだろう、本当にもう何あれよ、別に今その豆腐のサプライズ話した後に、うん、来た後に語ることでもないんだけど、すごいです。なんか天気消してハッピーバースデーみたいなやつ、そういうのやったね。ああフラッシュモブなかった。1ヶ月前とかに誕生日やから言って、うんうん、何
あれじゃん、手紙とか書き、はいはい、集めて、まあ、寄せ書き的な、寄せ書きかな、え、何転校すんの。いや、なんかあれじゃん、あ、まあまあわかるけど、転校か卒業、手紙じゃなくて、今でいいとスマホとかだったらできるじゃない、ああ、あの、まあメッセージカードじゃなくて、なんかコルクボードやみたいなやつとか、あの、うん、ビデオレターみたいなやつ、ビデオレターなんつうの、ビデオレター、海外からムービーみたいなやつ、はいはいはい、を作ったりとか、まあ青春とかだね、あ、まあでもそれやってる側がやってるとき楽しいやつやろ、そうそうだうわ、暗俺暗自分で今思ったわ、俺暗いなあかんな、暗いです、そこまでじゃない、でも、まあね、今すんのかな、今す、まあ今すんのかね、確かにあんまり見えへんくない、なんか、まあプロポーズとかでフラッシュモブとかあったりするやん、そうね、なんか周りが踊り出してみたいな、うん、あっこまで行くとすげえなとは思うけど、あれは驚くやろなと思う、うん、でもあれで失敗した時地獄よな、あるんかな失敗って、そういう系、いや誕生日プレゼント失敗はまあないやん、てか、うん、こっちもなんやいくらどんだけいらんもんでも気は使うやん多分、そうね、あんまりないけど、いらんもん、いらんなと思ったことは、うん、でも多分いらんかったとしても嬉しいやん、うん、ただプロポーズってなるとさ、あ、もう人生を左右する決断ではあるやん女の子、うんうんうん、でフラッシュモブやられてさ失敗したらさ、うん、まあ地獄じゃない、うん、周りの踊ってた人もどんな顔すんのやろうな、どうなんやろうね、でもなんか俺海外かどっかで見たけどさ、うん、結構すごかったよ、何がそのつられた時の観客とかの、うん、めちゃくちゃ冷めた感っていうかさまあだって周り見てる人は喜ぶ準備してるわけやもんな、そう、そら冷めるよで、そのなんだっけ、告白したお男性の方が逆ギレしてみたいな、うん、逆ギレして、海外の動画だよ多分、ああ、俺聞いたことあるのは、その場は一旦なんか OK するけど、後から、いや、ああいうの無理みたいな。え、怖っ。は、ちょっと聞いた。まあ、でも怖いというか、でも優しい、そちらの方がや優しさではあるくない。その場的には、だってまあまあ、メンツ丸つぶれっちゃ丸つぶれやん。だって失敗したから。まあまあね。気使える人なんやろうなとは思うけど。でも怖くない？天国から事故に落ちんねんで、ね、まあ、一番傷つくのは男やけど、だから 100% 成功する状況じゃないとやったらあかんねやろな、うん、フラッシュモブって、ね、めっちゃ信頼、でもそう思ってて振られるパターンなんか、そういうこと起きるって、そうそうそう、だって俺ら絶対やれへんやん、そんなやらんな、うん、できない人種であるやん、うん、絶対しない、うん、しないというかできない、多分できないです、はいとてもじゃないけどよく言う、でも理想のプロポーズとか考えたことないもんな、自分もないね、ないないね、何したらいいか分からない、高級レストランでみたいなのとかさ、よくある、いや、あ、まあ、でもなんかレストランでするイメージあんな、プロポーズってどれもやったのそれ、やったら席の間隔空いてる、いや居酒屋であんませえへんやろ、あ、多分どうなんかね、でも普通に居酒屋でプロポーズされるも多分好きな人もいると思うんだよね、ああまあ、その高級レストランに行って、あ、絶対プロポーズされるって思ってるやん、多分、いやでもプロポーズされるって思ってた方がよくない、こっちからしても、そうなのかな、分からんそれも その状態多分一緒だよ、誕生日と、うん、そうやな、サプライズされるって思ってる状態、ああ、なるほどね、うん、驚きがあるかないか、そうだね、でも多分プロポーズの方がサプライズしやすくはあるよな、まあね、うん、まあタイミング時期、あ、時間とか日にちが決まってないだけに、うん、うん、まさかのプロポーズ話のについて俺の誕生日からおめでとうございます、はい、いやありがとうございます、てなわけで、第11回ですか、やっていきましょう、はい、
てなわけで企画、久々のランキング見ながら喋る形式で、はい、そうですね、はい、ではサクさんからお願いします。モテ仕草ランキング、まあ、っていう、はい、ランキングなんですけど、まあまあね、この前はモテる男がね、そう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 、どんな感じかみたいなところで、次、まあこっちから見た女の子どんな感じなんやろなみたいな。そうですね、うん、男性からのな、まあね、はいはい、っていう、どんな女の子の仕草に男はキュンとくるのかっていうのを集計したものを見ながら、まあ自分たちと照らし合わせながら、はい、ちょっとね、俺まだランキング見てないねんけど、ちゃんと見てよどんなんがあるんっていうのをまあ見ていきましょうか。トップ10、トップ10、第10位、髪の毛束ねるね、ポニーテールね、好き、ショートカットが好きなんですよね。ああ、基本、ああ、なるほどね。うん、俺、結構ロングヘア派やねん。ああ、そう言ってたね。うん、でも、うん、何やろ、常に、だから、常にポニーテールはあんまり正直、キュンとは来ないんやけど、うんうん、たまにじゃあ料理とかするぞってなって、髪の毛上げるポニーテールは、うん、おってはなる。おってなんねや、おってなる、キュンとはくるかな、それでキュンとくるかな、多分。まあまあ可愛いよねポニーテール、うんうん、逆もあるかもね。でもいつもポニーテールけどふと髪下ろした時、でもそっちの方がなんか、うん、ちょっといいね、うん、ギャップというか、やっぱりギャップって大事やな、そういう、そう、ね、印象変わるというか、うん、うん、そう、ショートカットってどんぐらい、バレー部ぐらい、バレーバスケ部ぐらいか、バスケ分からね、分からん、分からん、なんていうん、肩より上、広瀬すず、広瀬すず、あー、そんぐらいかな、あー、まあね、あ、まあ元気な感じが好きかな、あー、なるほど、ちょっと元気一個的な、そうそうそう、明るくて、あ、人間自分にないものを求めるっていうけど、やっぱり元気やねんな、そうだね、元気欲しいね、元気欲しい、元気ないもんない、いつでもお互い元気ないじゃないですかいや俺まだある方やお前に比べたら、まあまあまあ、いや、あんま変わらへんよはい、じゃあ第9位、髪の毛を耳にかける、あ、まあこれも、まあ、これちょっとギャップと一緒やな、多分さっきの俺らが、ね、俺が言ってる出るから、うん、髪届いた時みたいな、これでもよく言う人おるけど、俺あんまりピンとこうへんねんな、逆にあれじゃない、これ何、男子がたまにかけた時の女子から見た時のギャップがいいみたいな感じだね。ああ、なんかオールバック風にグワーって前髪、男子がさかけたい時とかけた感じじゃない、でもあれでハゲバレる可能性あるやん男の子あれちょっと言ってんだ、このこいつちょっと言ってんだみたいな、横にかけたりとかさ、無意識でやった結果ちょっとこいつ言ってんだみたいな、まあ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 あるから、まあリスキーよな、音がリスキーよね、うん、あれじゃない、耳にかけへんか、あ、おー、だからオールバック風にするときな、まあそれと種類一緒か、そう、あとご飯食べるときの女性の仕草だね、やっぱりラーメンとかなんか、うん、あーあーあー、やるやるやる、なんか神がスープに使うようにみたいな、あれがキュンってくんじゃないのかな、キュンとくるそらするやろなって思っちゃうな俺まあまあまあ別に俺も9位10位ってどうなんだろうね、なあ、まあまあそんぐらいのことってことじゃん、そういうことね、あ、じゃあ第8位、寝顔、寝顔、あーはあ、いや寝顔ってさ、もう一緒に同棲とか、まあまあまあ寝ないと分かんないじゃない、ちょめちょめした後とかな、そうだね、うん、いや共にしてて分かんないわけです、ね、そうやな、まあ、でも寝顔って可愛いよね、俺見えひんなあんまりそれで言った、好きな人だったらいいよね、いやてか俺の方が先寝るから多分寝てそう寝顔に出くわすタイミングぐらい、
え、でも朝起きるじゃない。クラスの雑な女がガーってくっつけて寝る寝顔は見たことあるね。雑な女の子が。あ、それ見たくないですね。それはあるけど、あ、でもあんまりないな、うん、これは。あ、でも可愛いってならない。見たことがない。あ見たら可愛いってなるのかな。あんまり見たことないな。うん、可愛いってなると思う。やっぱ好きな人だからさ。うん。うん。なるんや。うん。はい。はい。顔赤くする。ああ。これちょっとわかるかな、俺。照れた時ね。照れた。難しいなっていう。俺普通、でも、その飲みの場でさ、お酒飲んでちょっと顔赤くなってる女の子とかは可愛いなと思うけどな。やってる感じね。うん、そうそうそう。それはちょっと思うな、うんうん、いいね。顔赤くするは確かにね。あのね、照れてる、はい、ね、あ、うん、もうやめてよとか言ってるの。かわいい。ちょっとかわいいね。かわいいわ。それはかわいいわ。若干もう小学校の頃のあれやねん。なんかさ、好きな、まあ、小学生の時になんか好きな子にちょっと何、うん、嫌がらせするみたいなあるやん。ちゃちゃかける感じね。そうそう。これちょっとやっぱり嫌がってる姿ちょっと見たいっていうのあるんやろな。ああ、なるほどね。心理として。そう、昔があると思うね、みんなね、男子って。うん、いや、あの、ガチなやつはそれあれやで。じゃもうやめてよぐらいのやつを見たいのはあるな、うん、男は。確かに、本能として。うん、多分ちっちゃい時からそれあるんやろな。あるんやろうね。だから、男の本能なんやろな、これは。もう女の子からしたら迷惑でしかないと思うけど。そうだね。あ、もう本能やから。ごめんなさい。理由までも本能的に変えてるもんね。うん。うん。そうやね。はい、じゃあ、6位。歩いているときに後ろから袖落ちたもん。裾な。裾だった。臭いよ。臭い。袖ってねえね、袖って。裾な。感じ役者です。ノータイムで言ってもきっと間違えるやろなと思って読ませた時もこのとこもあんねんけど、性格悪いよこの人。お、行ったと思ったから6位の後ちょっと間開けたらお、行ったと思ったから、うん、なんか読まへんなと思ったもんこれ。来るなと思った。読めんの連携プレイが、連携プレイが出たね。大抵ですよ。ラジオですの枠で、ね、主役です、ちゃんと。あ、そう、つかむね。そうそうそうね。これはでも、めっちゃ好きかも、俺。うん。あの、アニメとか見ててこういうシーンがあっても、うーってなる。まあ、あなたの好きなタイプ、あれじゃない？年下だよね、やっぱり。ああ。かな、多分年下だからじゃない。あんまりない。俺別に俺、うん、お兄さんとかが好きだから。だから身長高い低いもあるんじゃない。ああうるさい。いやいや、真面目な話。これって結構身長差があって成立するとこない？でもそう、まあ、シルエットとしてかな、これは。あんまり同じ身長ぐらいでやってたらなんか。いや、ありでしょ、でもそれは。いや、小学生の時やったらありやれるけど。うん。どうなんやろ。わからん。ちょっと今の思い描いたシルエットで言ってみただけやけど。まあ、身長高いよね。うん。うん。なんか、シルエットとしてはそっちの方が、なんやろ、入る。絵的にはいいよね。かなとは思う、これ、うん、見てて。あんまりやられたことないけど。ないんかい。いや、ないな、あんまり。あ、だって、どう、うん、どのシチュエーションでやられんの、やられるとしたら。あれじゃないの、なんか普通にデートとかしたら来たりとか遊びとかあるじゃない、うん、祭りなりなんなりで。はいはい。で、あれじゃない、捕まれる感じで、ちょっと走って。
はぐれないようにみたいな。あ、それええな。はぐれないようにです。あ、人多いから。あ、はぐれないようにです。あ、それめっちゃええな。後ろがちょっと負けつって。あ、それめっちゃええな。歩くの早いよとか言われて掴まれて。お、それええな。あ、それいいわ。あ、それいい。行くな。行かない、行ってないって。行ってない、別に。まだ、まだ6やね。6で行っちゃった。行ってないね、はい、別に。はい、5位。5位は難しい。ああ。ありがちじゃない。俺、上目遣いよ。でも、上目遣いって何、上向いてたら上目遣いな、あれ。うん、どうなんこれ。やとしたら俺基本上目遣いされてるよ。いや、そうね。あの、立って喋ってたら。まあまあ。うん、からあんまりないな。あれじゃない、なんか上目遣いされて しながら、なんか可愛い一言をポロッと言った時の感じが少ないよね。ポロッと。なんかあれじゃない、まあ、出てけへんけどさ。このラーメンのスープ美味しいねとか。じゃあ、まさっきの6位の人一緒で、ちょっと歩きの早いよみたいな。ああ、裾掴まれて、下げたら歩くの早いよ。ああ、それは、ああ、でもな。じゃない。上目遣いでもそこにプラスされへんな。されへんのよ。されへんな。裾でも、裾裾裾裾って頭にはなってる。あざといと思うで、それ。え、結局あざとくてもよくない？俺思うけど、あの、はたから見てたらあれやけど、自分に矢印向いてたら別になんか、うん、あんまり、あざとさ感じるけど、あざとさ感じて何考えてんのやろって俺思っちゃう。何考えてんのやろ。は可愛く思われたい一択じゃない。可愛く思われたい、ちょっと裏ありそうで怖い。でもさ、うん。可愛く思われたいって思ってる女の方、この方が良くない？最近思うけど。まあまあ。なんか、そういう、サバサバしてる系もまあまあ、悪くはないけど、でも俺、サバサバしてる人って相当な美人じゃないと成立せえへんと思うねん。マジで。だって、じゃないとなんか諦めてる感出るやん。ちょっと要素に。少しなんだろう、うん、狙ってる感は多分出てるじゃん。上目遣いとかさ、嘘つかないとか、もうなんか狙ってる感あるやん、そこが俺はちょっと苦手なんかな。あー、まあね、あ、絶対狙ってるやんこいつ、可愛いと 思われたいやん。絶対冷めてるわこの人。この人冷めてるわ、女の人に対して。はい、4位、さりげないボディタッチ。これこそじゃない、狙ってるって言ったらね。これも狙ってるよね。うん。これは狙ってるとは思う。どこ触られたらおっと思う。やっぱ手じゃない。手か。肩とかかな。いや、今のこの時期って寒いじゃん。あ。ちょっと寒いから手貸して。うわ、それやばいな。逃げられる。それやばい。感じじゃない。で、あったかいねとか。あの、俺、末端編集やから多分冷たいと思う。あかん。できひん。くそ、あったかいねって言ってもらえへん。すげえ回路、回路握っとかな。あれは？あったかいから。あの、ポケットに手突っ込まれるやつ。うん、あ、それも一緒じゃない。ああ。まあ、ドキドキはするな。なんか、でも、狙ってるよな。うん、狙ってると思う。うん、これが狙ってる感ちょっと出るな。確かに。理由のおもろいのが、敵意がないことがわかるからって何？敵意しかないねんけど。敵意しかない。敵意ってこれ。敵意なんですけど。あ、そうだ、うん、サイン、美味しそうに食べる。これわからん。俺1位やねんけど。可愛くない？食に興味ないからな。ああ、俺もそこまで興味ないけど、なんか一緒にご飯行った時とか、美味しそうに食うなーって思う。美味しそうに食べたいとか、あ、綺麗に食べたいとか、お腹空いてたんやろかって思うな。子供らしさっていうかさ、ああ、ちょっと子供っぽさ。そうそう、普通に
サバサバしたりしてる人でもそれしてたら、うん、かわいいなって思う。ああ、でも好きができる瞬間ではあるよね、確かに。ね。あの、普段。寝顔と一緒だよ。ああ、なるほど、うん。そう。あんま飯食ってるとき人の顔見る？おお、もう食べ方とか見てまうし。見てまうんや、俺全然見えへんよ。汚ねえな食べ方してたらほんまイラっとくるもん。ああ、うん、あんまりピンとこへんなそれ。あ、俺は1位だと思ってたこれ。分からんもんやな、喋ってみな。そうだね。ね、第2位、はい、客のない笑顔で。おー、読めた。読めるわ。たまには読めるわ。読めた、やめたね。えらいね、サクくん。うるさい。何、今日、反弱視の俺バレる枠なんだね。枠じゃない、ラジオなんだね、これ。配信でもねえし。でも抜けへんわ、癖は。はい、笑顔。笑顔はでもシンプルやな、確かに。人間、みんなね、笑顔が一番だよね。うん、そうやね。うん。どうですか、最近笑顔なってますか？の質問ですか。もう、いやでも最近もうさ、はい、愛想笑いしかしてへんねんな。もうそんなもんだよ。もう社会人になると余計。心から笑うってことないよね。ないなあ。友達通るときぐらいじゃん、マジで。友達、そうね。友達自体がいないか。うるさいですよ。ごめん。今日ディスリーバックですか。もう学べやこいつ。帰って言え、せめてな、枠を買いに帰ればええねん。癖って抜けへんわ。はい、じゃあ1位、笑顔で、ほぼ2位と一緒やないか。一緒やな。あ、まあでも、あ、でもこの理由の待ち合わせなどでっていうのはちょっとおる、こんな、これこそあざとない。でもなんか手振ってくるんやろ、おっきく、バーっつって、待ったって手振ってくるんやろ。ああ、そんなバカ。そんな、まあ、純粋感は出るな、確かに。別にでもそこまでないな。1、2、一緒やん。まあ、笑顔って部分では分かるけど。笑顔はまあ分かるけど、1位に入るのかな。笑顔、うん、そんな笑顔好きかい？笑顔好きかい？どうだろう。だって、ね、嫌いではないけどね。嫌いではないけど、意識、とりわけ好きってわけでもなくない？そうだね。うん、あの、何、J-POP の歌詞とかである、なんか、君の笑顔が見たいんだみたいなやつさ。君の笑顔で救われるんだみたいなやつさ、うん、あんまりピンとこない。そうやな。うん、うん、そうやな。つまずき続けたな。俺どっちか。あなたの1位は何なんだ。1位、あー、でも俺そうかも、それで言ったら、あ、一番自分にも何影響があるというか、何、自分にも、うん、何、自分も関わってるっていうんかな、うん、されることで言ったら、うん、うん、すそかも。一応あれ、ランキング的にはまあ25まであんねんけど、まあそれはまた25から見て、ああ、10は番外編でやりましょうよ。ああ、ちょっと NG コード、もう番外編でいっか、結構喋ってるもん。うん。はい。てなわけで、まあお互いあれやね、やっぱり見て世間と、ね、まあまあ、だやろ、大元はでも分からんかったな。うん、ちょっと分かんなかったね。大元はちょっとあんまりピンとこんかったな、うん、ちょくちょく分かるってとこはあったけど、あったけど、まあ俺らだから5、6位ぐらいの人間やねんって。そうだね。あの価値観が、うん、そんなに、うん、あ、まあ、ずっといい女子は嫌いです。俺は好きですよ。俺は好きです。嫌いじゃないです。嫌いです。はい。
カニカマとシャムシ。エンディングですね。エンディングです。どうでした今日？結構早かったよね。早かった。早かったな。喋ってて。やっぱランキング形式は面白いね、でも。そうだね、語れるね。そう、照らし合わせながら喋ると結構面白いね。そうね、まあ、たまにランキング形式で。てか、ラジオじゃなきゃこんなこと考えへんやん。そうだね。お互いのこと何も知らない、ね。知らないね。ほんまに、直前まで言ってたけど、お互いの誕生日知らんかったもん。そうだね、何年、いつぐらい付き合ってんかな、いて。1年ぐらいじゃん。そんな話してこなかったよ。お互いの何も知らないっていうね。知らないね。本当に、まだまだ。はい。でもこれからまた知っていくこともあるやろうが。これからね。まあ、これからね。まあ、まだ10回超えたばっかりですから。まあ、気長にやっていきましょうよ。そうですね。お互いと知り合って。知り合って。はい。はい、てなわけで、YouTube やら、Twitter のフォローね、お願いします。なんかね、8回だけ痩せるのを見たんでね。聞いてくれてる人が徐々に増えてもらえたらなって思ってるんですけども。そうですね、嬉しいですね。チャクさん、なんかある、ね、今日は、テンションがそこまで低いので声が多分小さいですあ、俺への業務連絡ですか。はい。あ、この野郎この野郎はい、てなわけで、はい、お相手は柏天と佐久でした。See you next week.